今まで会った人で、この人はできると思った方に、共通する特徴。やっぱり、男性だと女性にモテるっていうところですかね。かっこいい人。男から見てもかっこいい人っていうのは、やっぱりいいのかなっていうふうに思います。あとは、決断力の速い人。そうですね。自分がやっぱり、経営者になってっていう形の時に、やっぱり決断力が早いっていうところが、この人はできるっていう方に、共通する特徴かなというふうに思いますので、そういった面では決断力などが必要かなというふうに思います。本日は以上です。